骨電動イヤホン、音が悪いのか、使う場面が限られるのか、つけ心地問題、骨電動初めての監督、しっかりレビューしていきたいと思います。鼓膜で聞くか骨で聞くか、さああなたはどっち。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、商品をご提供させていただきました。監督、冒頭でも言った通り、骨伝導イヤホン、初めてでございます。どうなんですかね、骨伝導。と、その前にですね、骨伝導イヤホンとは、空気を使って鼓膜を振動させ、聴覚神経に伝わるのが気道。音の振動が骨を胴体として、直接聴覚神経に伝わる骨伝導。音はこの二つで人間聞いております。よく、こんなことはありませんか？え？録音した自分の声を聞くと何か強い違和感を感じるのは気のせいだろうか。それは録音機器のマイクは実際に聞いてるのは空気から鼓膜に入るものと骨に伝わる電動、この骨電動を外された状態が録音された音声になります。というわけで実際に録音された音が違って聞こえるのはこれだったんです。こめかみ付近の骨、ここにある骨に直接聴覚神経に伝えるイヤホン、それが今回こちらエルゴン骨伝導イヤホンでございます。ちなみに先に言っときますが、この機種だけではなく骨伝導イヤホン全てにおいて言える骨伝導の原理として、振動を骨を通じて聴覚神経に情報を伝えます。空気を伝導するため音量を上げると振動が大きくなるため音漏れは少なからず起きます。でも思うんですよね、骨伝導というのはですね、大体2006年頃から商品として出始めたのですが、なぜ現在2023年、そこまで普及していないのか、監督もですね、この骨伝導イヤホンというのは前々から知っておりました。しかし、手が届かないというか、鼓膜で聞こえてるのにさ、それを骨で聞く。どういうこと？どういうことですか？という骨伝導。こちらをですね、しっかりとレビューしていきたいと思います。では、開封の儀、開けます。お、こちらでございます。お、あ、軽いですね。はい、このような感じで耳の穴に入りませんね、これね。まずはこちら、取扱説明書となるユーザーガイド、こういった形で日本語対応となっております。そしてマイクロ USB でございます。こちらの端子です。スポンジミニ線でございます。こちらは後ほど紹介していきたいと思います。そしてポーチでございます。スポーツアームケースというものがですね、今回付属しております。これどうやって使うのかな、これ手につけるのかな、手につけてスマートフォンを、これを、あ、ギリギリ入るかな、スマートフォンをセットすることで形で使うことができます。いや、これ多分どうやって使うの？取説には、お、すごい、今普通に考えたけど、今これケースついてるんですけども、ちゃんとタッチできます。すごい、スポーツアームケースつけた状態でこれを操作できるというですね。ちなみにこちらですね、防水仕様となっております。中にさらに空洞がありますので、ちょっとした平たいものでありましたら入れることができます。しっかりした作りのスポーツアームケースというものがこちら入っております。その他に、こういったものが入っておりまして、装着ですね。イヤホンを手に取り、首の付け根の後ろに回してください。こういう感じで、こんな感じなんだ。こういう感じになります。メガネをつけてる方はですね、ちょっと二重になってしまうんですが、骨伝導イヤホン、できることがですね、一般的な Bluetooth 5.0 のイヤホンでできることは、大体できます。音楽の再生だったり、かかってきた電話をこちらに転送して、音を聞いて、そしてマイク機能もついてますので、喋って会話することもできます。そして、対応は iOS、Android 両方とも使えます。電源ボタンの他にマルチファンクションボタンというものがついております。それがですね、右側のところのここでございます。こちらがマルチファンクションボタンです。このボタン操作によって通話、直再生、音量のボリュームコントロールができます。実際にこれ使う前にですね、特徴的な仕様を見ていきたいと思います。で、今までのイヤホンというものは耳に入れるためですね、外の音がですね聞こえないかと思うのですが、こちらに関しては耳を全く塞がない状態でつけます。こうつけるので見てお分かりの通り耳の穴が開いております。
このこめかみの骨に振動させるので、ここが開いているため通常の外の外音はです聞こえます。よって何かその周囲の危険ですとかアナウンスや会話を逃さず、周りの環境をしっかり把握しながら外の音を聞くことができます。本体の仕様は硬いプラスチックではなく、弾性シリコン素材とメモリーチタン合金が使われております。こんな感じでくにゃくにゃとこちら360度動かすことができるというわけですね。この中にはですね、ある程度なんか硬い素材が入ってるかと思うんですが、ふにゃんふにゃんにこうできますね。重さは 25g、 長時間つけてもあまり重さを感じない、まあ、ただね、イヤホンと比べてはやっぱ重たいですね。気になる充電について、1回の充電2時間しますと、通常のスタンバイモード、待機モードだと150時間待機することができます。そして音声通話、音楽再生は約9時間ほど使うことができるそうです。他にも IP65 防水等級、激しい運動や極端な天候にも負けず、こちら利用することができます。またマイク機能もついておりますので、内蔵された3722マイク、そして Bluetooth 5.0 のチップによって外部ノイズの大部分を大幅にカット、より明瞭で滑らかな通話が可能ということです。では早速骨伝導体験してみたいと思います。はい、こんな感じでこういうかけて耳に装着します。はい、このような感じになります。では早速、電源ボタンは LED が青くなるまで長押しです。パワーオンとパワーが入りました。電源をまたさらに長押しをするとパワーオフ。ちなみにアナウンスなんですけども、英語版と日本語版がありまして、英語版は女性の声、日本語版は男性の声で話します。ではまずペアリングですね。電源ボタンを長押し、そこで Bluetooth が出てくるのかですね。あ、もう出てますね。もう出てました。長押しするまでもなく出ておりました。選択します。ほい、お、コネクテッドって出ましたね。こちら Bluetooth 接続めちゃくちゃ簡単にできました。で、ここからはですね、実際にこれ聞いてる本人でなかったらわからないので、できる限り伝えていきたいなと思っております。ナビ、どうした。はい、ちなみにこちら愛犬ナビでございます。パイナポーの服を今日は着ております。寒いので最近はずっと服を着ております。あ、では自分の監督ラボの動画を見ましょうか。監督ラボのお時間です。はい、ね、おこの動画も福袋動画です。はい、で今回、え、はあ、すごい、え、普通のイヤホンみたいに聞こえる。すごいぞ、すごいぞ、すごいぞ。この操作なんですが、一回押すことでストップ。お、止まる。はい。このタイミングですね。押します。押します。はい、ラストを飾るのはこちら。はい、銀だこでございます。ありがとうございます。はい、多少タイムラグはありますが、結構すんなりいきますね。そして、電源ボタンを2回押すと音量が上がります。音が下がります。1回押すと音が上がります。はい、というわけです。今骨伝導イヤホン聞いたんですけども、音が思ったより良かった。なんか正直骨って言うとなんか困った音で聞こえるのかなと思ったんですけども、もう全然合格点。これはねちょっと想像以上です。周りの外音も聞こえて音が聞こえる、かつ耳を圧迫しない、まあ、多少ねメガネ特有の締め付け感があるにせよ、まあ慣れますね。はい、で簡単にこちらご説明をしますと、こちらがマルチファンクションボタンがついていまして、こちらは何もついていません。これは押せません。充電はこちらの穴から USB を接続することによって充電することができます。で、小さな穴がこちらが LED ランプ、そしてここ電源ボタンでございます。基本的なボタンとしてはこの電源ボタンとマルチファンクションボタンのこの2つとなっております。1回押すと音楽の再生停止、動画も同じく再生停止されます。再生中の多機能ボタンを2回押すと前の曲、もしくは前の動画に戻ります。3回押すと次の曲に行くことができます。あとはスマートフォンに電話がかかってきたら、1回押すことによって音声とマイク機能がこっちに切り替わります。そして通話を終了する際は同じくこのファンクションを1回押すことによって通話を切断することができます。はい、というわけでですね、骨伝導イヤホン体験させていただきました。こちらに関してはそういった締め付け感というものがなく、何か本当にメガネをかけているみたいな、そんな感じです。ちなみにこちら、カラーバリエーションが2つございます。はい、ゴールドとなっております。なんか高級感があって、個人的にかなりロゴがかっこよくなっております。もう一つが、こちら、グレー。はい、というわけでですね、答え合わせをしていきたいと思います。まず一つ目、音が悪いのか、いや、
監督的に全然高得点です。正直もっと悪いかと思ってました。続きまして、使う場面が限られるのか。これはですね、まあ実際のさっき言った通り、動きながらね、スポーツ関係でも動いても落ちないって確かにね、見かけなので、まあメガネと一緒ですね。思いっきり動いたらメガネも飛ぶと思うんですけども、まあそれくらい、もう動いたとしても、全然、こうシャンとしたとしても、全然、うん。確かにこれはスポーツとの相性はめちゃくちゃいいですね。これでね、普通に山登りとかするのはあれですね。そして、付け心地問題、外れやすいのか、付け心地問題もクリアしております。というわけで、まあ、監督のね、本当に体感した中では、正直骨伝導、このコスパ、この金額、まあ、概要欄に貼ってるので、値段は実際見てほしいんですけども、場面場面に応じて使っていきたいなと思います。イヤホンで圧迫感、閉塞感に悩んでいる方、骨伝導、マジでおすすめです。はい、というわけでですね、今後も、おすすめな商品等ですね、この動画を通して実際に自分のレビューとして声として出していきたいと思いますので、ぜひとも興味がある方ご覧ください。あ、ちなみにこちらイヤホンなんですけども、これをつけた状態でどれくらい効果が違うのか、これは一般的なスポンジですね。これを耳に入れると、これつけない方がいいですねこれつけるとなんか密閉感があるので、はい、監督はこの骨伝導だけで使っていきたいなと思っております。ちょっと今骨伝導ってね、なんか自分の体に骨を伝って音を聞くことができるという、なんか新しい能力が湧いてきたような、そんな感じがするびっくりな動画になってしまいました。皆さんもぜひこの骨伝導試してみてはいかがでしょうか。はい、では監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。いきます。骨伝導イヤホン、骨伝外部ノイズの大幅な外部ノイズ、ちゃ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 、ちょちょちょ、こっちでかけねえよ。こうで、こう音を上げると、と聞こえなくなるのではなく。